ふざけんな。ヒカキン TV Everyday。 どうなる YouTube。 どうもヒカキンです。僕の Twitter の方にたくさんの方から今ローソンで進撃の巨人のお菓子売ってますよ、でそれを買うとクリアファイルももらえるんですよ、もう買いましたか、なんだって買いに行こうという流れで、僕は家から一番近いローソンに行きました。店内探したわけです。そしたらじゃあじゃん、はい、こちらが今ローソンで限定販売されている進撃の巨人のね、こちら調査兵団バタークッキーとサシャの芋チップス。いやこれうまいね、商品化するのがね。でこの2つはすぐ見つかったんですけど、何やらねクリアファイルが見当たらないんですよ。でそのクリアファイルをもらうにはキャンペーンで指定されたこちらのお菓子を2点以上買わなきゃいけないんですね。でその中にこれもちろん含まれてるんですが、よっしゃ買うぞって買う気満々なんだけど、クリアファイルがないんですよ。で店員さんに聞いたら、速攻なくなったということで、ふざけんなって感じに、進撃の巨人のやっぱ今の人気をね思い知らされました。そこで僕は諦めずに家からちょっと遠いローソンまで行ってきました。そしたらね、今度はもうコンビの入り口入ったね、棚にドーンってファイルがたくさん並んでた。たっぷり仕入れてあったんですね、そこ大きいローソンだったんで。そこでゲットしたファイルがこちら、ピーピーティーエゴンエレンフーフォイミカサ、いろんなシーンのやつ、アニメ調のやつですね、かわいい。はい、こちらが全5種類です。で今こうやって見てて気づいたけど、このアニメ版のやつだけ後ろになんかこいつがいる。あとのものは全部こうやって進撃の巨人って書いてあるんですけど、アニメのやつだけかわいい巨人がいます。で実はこの話まだ続きがありまして、2店舗目のローソンでまあ無事にこれ全部ゲットできたんですが、まあさっきも説明したんですけど、これ1枚もらうのにキャンペーンの対象商品のお菓子2つ買わなきゃいけないんですよ。でさあ買おうと思ったら貼り紙がしてあって、ファイルの在庫はあるんですが、なんと対象商品が全て売り切れてしまってるため、100円以上のお菓子2点以上お買い上げにつき1枚ファイルを差し上げますって書いてあるんですよ。で多分そのローソンはファイルを大量に入荷したんだけど、お菓子の在庫が追っつかなかったんだね。そこまで急激にねこれもらいに来て売れると思わなかったんだろうね。どこのローソンもいろいろ大変ですね。まあ、というわけで僕はこの5枚をゲットするためにお菓子10個買いましたよ。その100円以上のやつだから1000円以上かかりました。でもラッキーなのはその対象商品じゃなくてもよかったんで、普通に店内から僕が好きなお菓子だけ10個選びました。こんなにお菓子買ったの久しぶり。はい、お菓子たちはこんな感じです。どれもうまそうやろ。毎日動画編集しながら食べたいと思います。せっかくなんでこいつら食べてみたいと思います。じゃあまずサシャの芋チップスからいただきます。あ、結構分厚い。なんだこれ。あ、これ大学芋みたいな感じですね。砂糖がすげえテカってる。ポテトチップスじゃないんだ。すげえ分厚い感じ。いただきます。あ、すげえ甘い。うん、ポテトチップスみたいにサクサクっていうよりはカリカリしてるね。うん、うめえ。これは美味しい。てか僕好きです。はい、続きましては調査兵団配給バタークッキーいただきます。配給ってことはなんか配られるやつってことだね。ああ、いい香り。うん、ちっちゃいね。小さいです。とにかく香りがいいね。うん、うん、うまいね。ん、うん、味より香りが好き。美味しいんだけどやっぱパサパサしてるからコーヒーとかなんか牛乳とかと食べたい。でも美味しいです。はい、ということで両方食べましたが、僕正直こういうキャンペーンのコラボ商品っていうのはそこまで味は期待してなかったんですが、意外と両方ともいけました。さすが進撃の巨人、やりますね。85! お菓子も美味しいし、ファイルももらえて、とても楽しめるキャンペーンだと思いました。
ただね、これ2つ以上じゃなくてもっとたくさん買うともっといい景品もらえるよとかってあったら僕は買ってたかもしれませんね。バイ。あ、こういうことね。